んこい海域だな。さっさと終わらせて帰ろうぜ。しかし海域の順応プログラムってのは退屈でしょうがねえよ。真面目こいてやるようなもんでもねえだろ。まちょっとやっていい感じで帰ろうぜ。ありきったところでおまけのプレゼントはないんだし、ま生き残る確率が 1% くらいは上がるかもしれないな。そろそろ時間か。さてやるぞ。まずは状況の確認からだ。正面も再度確認。敵影なし。くなる時ってあるよな。高台からのジャンプなんて漏れなく男のロマンぎっしりだぜ。張り切って息切れするんじゃねえぞ。スタミナの管理は英知の初歩の初歩だぞ。まあこの辺に荒神はいないみたいだし、準備運動がてら動いとくか。人気を使いたい頃だよな。荒神さんよ、どこにいんだ。俺らはこいつを使って戦うためにいるんだからよ。は得意だっけ？ちょっと見せてくれよ。人気をガンフォームにして。ここだ。もらった。ほらちょうどいいやつが現れたみたいだ。消費つくけど隣接攻撃で回復するから、要はバランスだよな。雪の中で元気もクソもねえよな。お疲れ。
ガンガン使うべきってのも基本だよな。でも蛍光品にもいろいろあんだよな。まあどう使うかは応用ってことで。よし、問題なさそうだ。時間もあるし回収行っとくか。フィールドにいろいろ落ちてるだろ、あれ拾っとけよ。物資が少ない今じゃ基本だぜ。俺がガラクタ持って帰ると弟が喜ぶんだよな。何に使うんだか。生き残るために人気強化は欠かせねえ。つまりは素材集めも重要ってことだ。なんだかんだこいつとの付き合いも長いよな。大事にしねえと。さてと、お仕事も行きますか。今日はスカッとできそうだ。人気には隠された力があるのは知ってな。プレデターフォームがそれだ。この携帯で荒神を捕食してみろ。俺らの身体能力が一定時間上昇するからさ、バーストしながらどんくらい戦えるかって今日俺らは試されてるらしいぜ。そうすりゃ俺らはぐんと強くなる。荒神との戦いも楽になるってわけ。さあ始めんぞ。荒神を捕食してバースト。取れる。だから倒した後の捕食も忘れんなよ。さっ
っさと捕食しねえと消えちまうからな。これは基本みたいなもんだぞ。さて、そろそろ本番といくか。バーストアーツの時間だぜ。バースト状態で放つ超ビューティフルな必殺技がバーストアーツ。なんかいろいろ理屈があって俺らエイジにしか使えないらしいぜ。んじゃ、荒神たちに俺らの美技を食らわせてやろう。荒神を捕食してバーストからのバーストアーツ、行くぞ。な種類があるし、使い慣れれば上達もする。どんどん使え。俺らにしか使えない力なんだ。遠慮することはねえさ。荒神相手にぶっ放して困ることは一つもねえ。大体こんなとこだな。捕食は俺らが生き抜くために必要な技。絶対使いこなしてやろうぜ。じゃあ早速やるか。エンゲージ、エンゲージを発動させるには陣形がとにかく重要だ。適当にフラフラするんじゃねえぞ。いいか、荒神と交戦中にお互いが一定距離内にいると互いの感応が深まっていく。要は近くで戦えってことだ。ちなみに非光線時は意味0から近づいてもエンゲージは起きねえぞ。謎が多いんだよな。けどよ、波の人間にはできねえってことは俺らの方が進化してんじゃねえ。
回収してください。油断は禁物だな。一人いねえな。回復する。まあ当たり前か。回復する。 Thank you.
すがだな。私もお役に立てたなら光栄です。配置完了。各員、作戦行動を開始。必ず帰ってきてくださいね。出るぞ、お前ら。し、始めるか。見た目よりタフなやつだ。根気よく行くぞ。ポイント情報を送ります。どうぞ。相手してやる。
last one of the demo. Might as well.
missions in the demo. Every single one.